マルエモン、もうなんやの君は、キャン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 やかましない。今おっちゃん読書しとるやろ。その読書ってトラブル読んでるだけじゃん。何言うとんねん。おっちゃんにとってトラブルはあれや、弁護士の六法全書みたいなもんやからな。いや言い過ぎだよ。それよりもドラえもん、またジャイアンヌが僕をいじめるんだ。懲らしめてやりたいから何かいい道具出してよ。もうまたかいな。君はほんますぐあれやな、人頼みやな。キツネやな、あの虎の胃をからキツネっちゅうやつや。そんなお説教はいいからさ、お願いだよ、何か出してよ。もうそんなん出して言われてもあれやで、あのおっちゃんも一物ぐらいしかな、あの出すもあらへんから。いや笑えないよ、全然面白くないよ。もうそんなん言われてもおっちゃんもええもんばっか持っとらんで、もうほなこれでなんとかし。え、でもこれ絶対未来の道具じゃないよね。大丈夫大丈夫、それで一発であのガツンやったったらな、相手さんもおとなしゅうなるから。え、でも僕確実に捕まるよね。大丈夫大丈夫、あの君小学生やろ、ほしたらあの少年法っちゅうのがな、あの守ってくれるから。あ、未来の道具より便利やで、22世紀にはあらへんからな。え、22世紀はないの？なんもとっくにあらへん。お前らみたいなもんが悪さばっかりするからなくなってしもたかな。おかげでおっちゃん若い頃5年ぐらいな臭い飯食うとんねや。いや笑えないよ、全然笑えないよ。あ、君らは大丈夫や。あの 2,3 年な、あの少年院入ってで帰ってきたら、あの保護観察っちゅうのがついてな。あ、大したことあらへん、あの作文書いたらしまいやから、あのちゃちゃっとやったらすぐ終わるからな。ほんと？じゃあ僕行ってくるよ。あー行っといで行っといで、あのカリーなトラブルの8巻とな、あのワンカップ買うてきてな。あー8巻やで、8巻間違えたらあかんでなー、気付けてなー。はー